ソユーズトマ -12 は ISS への往来を目的としたソユーズ宇宙船のミッションである。2008年4月8日にソユーズ FG で打ち上げられて4月10日にピアースモジュールにドッキングし10月24日に地球に帰還した。ソユーズトマ -10、ソユーズトマ -11 で連続して弾道突入で帰還したが ソユーズトマイナス12は、モジュール分離用の爆発ボルト1本を2008年7月の船外活動で取り外すなどしたため、正常に帰還することができた。第17次長期滞在クルーリ素剣は韓国宇宙人排出事業の一環として、韓国政府がロシア政府に2500万ドルを支払うことによって招待され、韓国人として初めて宇宙を訪れた。 当初は高山が飛行し、李はバックアップ要員の予定だったが、2008年3月10日に、高山はトレーニングセンターから書類を持ち出さないという規則に違反し、飛行を禁止されたことが発表された。李素健はソユーズトマ -11 で帰還した。リチャード・ギャリオットはスペース・アドベンチャーズ社の宇宙旅行者で、ソユーズトマ -13 で ISS を訪れた。 リア・ギャリオットは、RSA や NASA の書類上、宇宙飛行関係者として扱われた。ありがとうございます。